こんにちは、こんばんは。私たち、ベイビーウルフです。トリです。アンナです。ミキミキです。はい、本日はこの3人で、自分で役職を決める人狼をやります。役職ね。はい、まあ、役職は村人と狼の2つ。で、自分で選べます。私、村人、私、狼みたいな感じで選べるんですけど、まあ、おのおの何を選んでるか考えながら、探っていくゲームです。村人3人、みんな村人だって思えたら真ん中さす。みんな人狼だ、仲間だと思ったら全真ん中さす。誰か狼だと思ったらその人さすって感じのルールです。詳しいルール、どうぞ。それでは、おはようございます。議論開始してください。どうぞ。おはようございます。おはようございます。探り合っておりますけども探り合ってるね。どうですか皆様、どうですかみきみきさん本日の。じゃあ、とりあえず、とりあえず使用する。オッケー、いいよ。うん、しない。いいよ、して。いいよ。何？人間。人間、私も人間。人間、平和だ。どれじゃ怪しいなぁ、人狼よ。怪しいなぁ、あんな人狼っぽいんだよな。いつも言ってます。私村人、今回ガチで。今回ガチでね、うん、いいじゃん、村人。村人なの？うん、だから平和村進行したいけど、どれじゃ怪しい。ミキミキさんが人間だとして、うん、結構リスキーじゃない？うん、私とアンナが人狼の可能性が全然ある、うん、あ、じゃああなたです投票ってなる可能性あるよ。びっくりした、今するかと思った。可能性あるから、ね、その行為がいいのかわからん。人狼で探ってるってこととかもあると思うし、まあ、にしもあるどっち、本当にあんなわかんないよ。じゃあ人狼ですって言ってみる。どうなんだろう。でも人間なの。人間って信じるよ。じゃあ信じていいでしょ。何何何、誰誰誰、信じていいでしょ。ドリちゃんはどっちですか。人間です。本当に人間ですか。ね、ドリちゃん人狼だよね、今回も。今回理由をもらっていいですか。なんか人狼っぽいのよ。あー、わかんない、なんか人狼っぽいじゃねー。ドリちゃん人狼返せないです。ドリちゃんは誰がどうとかって思う。今言ったけど、ミキミキさんが最初に使用を促して、うん、人間って言ったことが、うんうん、私は人間っぽいと思う。ほう、だって私とか、うん、アンナが狼って言ってたら、うん、普通に投票入るだけでしょ、うん、そうなんだよね。だから人間っぽいと思う、平和村進行する。進行もいいんじゃない。アンナが分かんない。私平和村希望するっていう狼もいるでしょ。うんうんうん、確かにそう、うん、本当にこう刺したい、こっちを刺したいと思ってる。本当に、うん、持ってる。持ってる。オッケー。ちなみにあと30秒あるんで。いやー、ジョリちゃんだけどう思う。怖いよねー。怖いの。怖いだろ、誰でも。人間じゃない。人間ね。なんでそんなさ、なんでさ、私の言ってますけど、私の言葉の影響力すごく、うん、人間だから。人間だと思ってるから。わかんない。合わせて隠れたい人狼なのか。人間です。あ、違う違う、ミキミキさんは人間だと思ってるんだけど、ミキミキさんの意見に合わせて自分が釣られたくない人狼もあると思うし。人間だったら人間って言って、ね、言ってるけど人間だよ。ねえ、なんか信じれないんだよな。ちょっと待って、でもこれ二人トリちゃんに投票した場合うちらの勝ちってこと。村人だって狼だったらだよね。でも追放しちゃったら負けじゃない。うんうん、私がもし狼で村人だったらいいんじゃない。狼、村人だったら狼勝ち。違う、ミキさん、人狼のルール忘れた。人狼すべて追放しないと人間は勝つ。だから人間で人狼だった場合、うちらの2人が2票入ったらうちらの勝ちだよね、村人の。そうだよ、村人だったらね、だったらっていう話をした。だから私が狼だったら、そうそう、だったら3人と村人だったら真ん中さんの勝ち、うんうん、ですよね。やばい、ちょっと無理これ。では、お票いいですか。平和村だと思ったら真ん中させてください。3、2、1。平和が2票、ソリちゃんは1票、ナミ、はい、ちゃんは追放になります。ソリちゃん、開けてください。人狼です。取り上げてください。せーの。村人です。村人です。村人 TA の勝利です。わーい、よかった、やっぱり。強い。よし、強かった。
ということで、鳥が人狼で追放されたので、人間の勝ち です。勝ちました。勝ちました。すー。はい。はい。あ、アンナがなんで鳥だと思ったの？聞いとく？あたし、なんか、最初にいた時に口元結構緩んでたから人狼かなって思った。そうだね。うん、私ニヤついてたんだよね。無理です。無理です。なんか最初の直感が、あ、人狼来たなって思ったからっていうのはね、直感がすごい鋭い時があるからね。ということで、楽しかった方、面白かった方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。